はい、こんにちは、アリアです。今回はヘアレシピコンプリート第3弾ということで、個室系統をやっていきたいと思います。1人部屋から2人部屋まで合計10種類かな、順番に作っていきましょう。最初に初めての個室、レシピが明かりとベッドと椅子と名前の壁掛け。これで初めての個室ですね。なるかな。うん、しっかりなりました。これに机とあとは壁掛け飾り系統を追加するとちょっとした個室になります。今壁掛け飾り系統として使用したのは祭りの旗ですが、例えば剣の壁掛けだったりタペストリーを使用してしまうと壁掛け飾り系統として扱われないので、ちょっとした個室にはなってくれません。作業台のこういった壁掛け家具、結構種類がありますが、壁掛け飾り系統として扱われるものは制限されている、認識されないものがいくつかあるので、レシピを完成させるだけなら祭りの旗を使ってしまうと必ずうまくいくと思います。他にもこういった壁差しの旗だったり教団の旗も OK ですね。次がゴージャスな個室です。その名の通り少し高級な家具を使いますね。名前の壁掛けと高級明かり、高級ベッドに高級な机、そして高級な椅子と最後に祭りの旗、壁掛け飾り系統を一つ置きましょう。これでゴージャスな個室です。ゴージャスなベッドはこの今使ったキングベッド以外にも王女のベッド、高級椅子は今使ったこの貴族の椅子以外にレザーソファー使用可能です。テーブルは何種類かありましたが、今使ったロトの大テーブルを使用すれば間違いないかと思います。次はかっこいい個室とかわいい個室、これはストーリーで作りましたね。一応やっておきましょうか。まずかっこいい個室が明かりとベッド、それに加えて樽とガラス瓶、そしてダンベル、最後に名前の壁掛け、これを置くと完成です。かっこいい個室。かわいい個室はまた明かりとベッドと、今度は椅子とドレッサー、そして生け花、最後に名前の壁掛け、これで完成ですね。かわいい個室。今は生け花を使いましたが、鉢植えの花を使ってもいいと思います。植木鉢を置いてその上に花を置きましょう。そして個人部屋は次が最後、王様の寝室とお姫様の寝室ですね。まずは王様の寝室から、高級明かりとキングベッド、それに高級椅子、最後に暖炉と、あとは名前の壁掛けかな。これで完成、王様の寝室。お姫様の寝室はまた高級明かりと今度は王女のベッド、そして植木鉢の上に花を置いて鉢植えの花、また椅子と名前の壁掛け、これで完成、お姫様の寝室。王女のベッドを使ってお姫様の寝室ですね。王子様の部屋はないんですかね。ベッドが2つと椅子が2つ、そして名前の壁掛けも2つ、最後に明かりが1つ、これで初めての2人部屋になります。初めての2人部屋に机が1つ、そして壁掛け飾り系統を1つ、これを追加するとちょっとした2人部屋になりますね。最後がゴージャスな2人部屋、レシピが高級明かりが1つ、壁掛け飾り系統が1つ、
そして高級テーブルが1つ、あとは高級ベッドが2つ、高級な椅子が2つ、そして名前の壁掛けも2つ。これで完成。ゴージャスな2人部屋。今回はキングベッドと王女のベッドを使用しましたが、同じものを2つずつで OK です。キングベッドは2つ、王女のベッドは2つでちゃんと完成します。はい、お疲れ様でした。今回はこれでおしまいです。個人部屋から2人部屋まで合計10種類を紹介しました。ストーリーで作った部屋レシピも何種類かあったかと思います。意外と2人部屋とか作ってなかったりしたんじゃないですかね。もし作ってないものありましたら、ぜひ作ってみてください。というわけで、部屋レシピコンプリート第3弾はおしまいです。また次回お会いしましょう。バイバイ。